ミヤチンデラックスプクラマ旅、イエーイ今日始まりましたミヤチンデラックスプクラの旅、皆さん1週間ぶりのご無沙汰で す, そうです、ね、今日も始まります、はい、今日のゲストはなんと女性です。イエーイ、こんにちは、初です。初めてです。ずっとね1ヶ月間男性ばっかり で, で、ね、ちょっと絵面的にどうかなと思ったんですけども、ね、本日はなんと可愛い女性、いいね、はい、ということで自己紹介お願いいたします。はい、ありがとうございます。こんな顔してますが、世界でたった一人しかいないグラビアアイドルやってる人力車車夫、大沢和樹と申します。よろしくお願いします。すごい、あ、可愛い。これはね、クリスマスの時限定で1時間以上ご乗車のお客様に限り、サンタさんで格好で人力車引いた時ですね、はい、おーすごい、ありがとうございます。素敵な方に素敵って言われるの超嬉しい。いや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 、キャッシャーなのに ね, ね、人力車なんでびっくりですね。また今日ね、この岡崎さんに、ね、人力車の話とかね、いろんなお話聞きたいと思ってますので、よろしくお願いいたします、はい、ありがとうございます。岡崎さんのご出身は、はい、秋田県と聞いたんですけども、そうなんです。秋田県のどちらですか？はい、秋田県の大館市というところですね。何か大館市っていうの美味しいものありますか？小さな大好きな。いやー、弱いな、また。はい、ぜひお願いします。はい、しかもお昼時ですし ね、うん、ね。そうそうそう。そうですよ。秋田県大館市は、うん、あの、きりたんぽ。きりたんぽ、はい、はい。やっぱりきりたんぽ。出てきました。はい、ありがとうございます。あともう一個美味しいのが、日本三大地鶏っていう美味しい鶏が、あるんですけども、その一つである比内地鶏っていう鶏肉、めちゃくちゃ美味しいんですよ。比内地鶏も聞いたことありますよね。ちょっと小さな声が言われてませんでした。小さな声が言われてませんでした。お酒も美味しかったんじゃないですか。最高なんですよ。酒蔵が私の実は実家の近所にあって、はい、お酒と、ね、秋田の料理合うんですよ。やばいですね。という和樹ちゃんも実は日本酒大好きですか。そんなことないですよ。好きです。なんかね、ホテルで見た覚えがあるんですけども、なんと彼女今月で、はい、いつですか誕生日。8月29日をもって22歳になります。はい、ああ、おめでとうございます。皆さん聞いていただけましたか。8月22日です。あ、29。29です。ごめんなさい、29です。そう、実はちょっと面白いのがあって、はい、実は8月29日って秋田県民の日でもあるんですね。ほら、秋田県民の日、生まれの秋田県民なんです。代表アイドルですね。ありがとうございます。あの、プレゼントを受け付けます。あ、こちらにまで。ぜひぜひ、たくさん、日本でも OK だそうです、ね、秋田美人、ね、いいね、うん、あとね、和樹さん趣味も多彩なんですよ ね、 ね、ありがとうございます。実は絵を描くことがめちゃくちゃ好きなんですよ、はい、そうなんです。2月に、うん、東銀座の方で、あの、バレンタインのテーマにした個展をやらせていただいたりとか、それこそ今8月は埼玉県の所沢市で、はい、また個展をやらせていただいております。私の話も後半にですね、あ、出ました、したいと思います。イルカといない、イルカで、そうなんです。いつまでやるんですか。意味も聞きたいですね。ぜひぜひいっぱいお話しさせてください。もうめっちゃ語っちゃう、はい、いつまでやるんですか。これ8月30日までびっしりやらせていただいております。すごい、ありがとうございます。入場料は美味しいご飯。そうです、美味しいご飯がイタリアンなんですね。そうなんです。ちいさん、美味しいご飯いっぱいありますよ。ああ、行きます行きます。ちいさんは食べ物のすぐすべりというです。でまたですね、この小さな体ね、身長いくつですか。159です。体重はシーシークレットっていうことで、ねですね、この小さな体で人力車よく引けますよね。ありがとうございます。なんか体力はゴリラ並みと聞いたんですけど、そうなんです。なんか合わない言葉ですね、ゴリラって、ね、健康だけは本当に早すぎ付きで、小中皆勤賞なんですよ、めっちゃ体力ゴリラです。で最近も風邪をひいたことないっていう感じですか。そうですね、18から上京して1回も風邪ひいたことないんですよね、うん、まあそれは秋田前小町で食べてるからですか、うん、そうかもしれないね。ってことで人力車で1日何時間走ります、最高で。そうですね、コロナ禍で今なかなかね、うん、人力車引けないんですけども、うんうん、普段その夏の期間はもう9時スタートで夕方6時、うん、7時ぐらいまで走ってましたね、へ
はい、20キロとか行きます。実は私も一回かざきちゃんに乗せてもらったことがあるんです。ありがとうございます。この小さな体でね、ちょっと心苦しいなんか観光のね説明をしながら、浅草のね観光の説明またうまいんですよ。嬉しい、彼女乗ってみたい。だから皆さんぜひね一度ね、このコロナが落ち着いたら、はい、グラビアアイドル人力車の大沢田崎さんにぜひぜひ予約をお願いいたします。ありがとうございます。もう殺到してるんじゃないですか、うん、今こちらまでとか言って、ね、で和樹さんは、はいはい、あの大館からいつ出てらっしゃったんですか、東京の方に。そうですね、高校を卒業してすぐになので、うん、もう18の頃から、ちょうど4年前になりますね。はい、上京してきました。そして浅草に住み着いたのは実は20歳の時なんですね。あ、じゃあ1年。そうなんです。1年ちょっとなんですね。はい、なので上京した最初の頃は築地っていう、うん、またご飯が美味しいところに。また小さね。そうなんですよ。築地に住んでたんですね。そうなんですよ。で人力車のために浅草に引っ越したと。はい、何のご縁があってかね。まあ、ご縁ですよね。ご縁いただきました、やっぱこの後ろに書いてありますね、袋屋観光グループなんですけども、うんね、そちらでも和樹さんはね、重要な役割をしております。やっぱり広告塔のようにね、あの人力車に乗って宣伝してくださるのと、はいはい、なんとうちの足湯カフェの方でも広告塔として毎週土曜日にと日曜日ですかね、そうなんです、に勤務しております。大活躍ですね。ありがとうございます。すごいですね。そうなんですよ。あと私の YouTube にも出てるんです。イエイ。すごいすごい。宮田さんにはいつもお世話になって。今後ともね、うちの YouTube にぜひコンビでやっていきたいなと思ってますので、ね、皆さんぜひ素晴らしい。チャンネル登録よろしくお願いします。期待してます。素晴らしいです。はい、ということで、はい、今日は和樹さんのお気に入りの曲の1曲目なんですけども、はい、ガラスの少年近畿キッズの生まれてました。生まれてはないんですけども、実は私が生まれる時に母親が歌ってた曲なんですよ、はい、うん、そうなんです。知りながら、うん、そうそうそう、ヒヒフすごいな、ガラスヒヒフと言いながら歌ってたんです。そうなんです。しかも私逆子で、もしかしたらもう命の危険があるかもしれないって時に、ね、謎にガラスの少年を歌って、生きんでから20分でポンって生まれてるのが私なんですよ。かざきちゃんを助けてくれたという歌ですね、これ。そうなんですね。あえてこちらをね、選ばせていただきました。かざきちゃんがのルーツですね、これは。かざきちゃんを、の命をつないでくれた歌ってことですね。かもしれないです。すごいですね。その話をお母さんに聞いたわけですよね。そうなんですよ。お腹の中で聞いてたわけじゃないですよね。で聞いてたらすごいですよね。ね、すごいですね、でもお母さん。その時にとっさにガラスの少年が出てくるなんてね。すごいですね。よっぽど好きだったんですか、キンキッズが。ジャニーズがやっぱ好きだったみたいで、私が生まれる2週間前は、キンキキッズじゃなくて、スマップさんのライブに行ってたみたいなんですね。大きなお腹で。大きなお腹で。お母さんも元気がいい人ですね。そうなんですよ。まあ、宮田さん方には分けますけどもね。すごいですね。若いね。お母さんも若いですね。いや、そんなそんな。で、かずきちゃんはご兄弟は、姉が一人と、下に弟がいます。で、今、弟と一緒に、この東京で一緒に暮らしております。弟さんは大学生ですか？そうなんです。まあ、ちょっと心強いですよね、二人で一緒に住んでると ね、 お姉さんもいたんですね。はい、お姉ちゃんは秋田ですか？お姉ちゃんは今岩手 の、ええ、あのお薬の調剤師、調剤師、薬剤師、薬剤師になろうと今めっちゃ頑張ってます。すごい優秀ですね。優秀ですね。真ん中だけちょっととんでもないとこ行ってました、ね、いやいや十分優秀ですよ。一人でも優秀な人がいるとね、あとなんか何やってもいいかなと思っちゃいますよね。わかる、わかりますもん。それところで、あの大館市で八子、うん、その出身地ですよね。はい、よくご存知で、うん、いやー渋谷よく行ってますので、ありがとうございます。そうなんです。すごいですね。そう、渋谷駅にある八子像いるじゃないですか、こういうね、はいはい、そう、その八子像が生まれた場所が秋田県大館市なんですよ。で、秋田犬のね、すごい有名な地なんですけど、そうですそうです。秋田犬ってお利口さんですもんね。そうなんですよ、日本犬唯一のね、大型犬なんですけど、なので大館駅と渋谷駅って実は今姉妹駅になってて、そうなんですか。だから渋谷駅の駅長さんが大館の方なんですね、実は。いい話聞きました。ね、いい話聞きました。あ、嬉しい。
意外ですね。そういう話好きですね。好きです。歴史が好きだから。本当ですか。あの残念なことに一回も行ったことないんでガイドしていただけますか。ぜひ行きたい。行きます。行きましょう。美味しいもん食べに行きましょう。女子会女子会。それではガラスの少年キッキスお聞きください。生まれました。おぎゃーって。じゃあのかずきちゃんはその後ね今のグラビア人力車ということやってるんですけども、はい、先ほどあの絵のお話がちょっと出ましたけど、この今後お絵の方にも力入れていくんですか。そうですね、実は今ねいろんな企業さんの、うん、そのポスターの案件だったりとか、ね、ありがたいことにいただくことができまして、はい、あ今出てるのこちらですね。すごい、はい、キュート可愛いね。ありがとうございます。今回やらせていただいてる個展が、うん、イルカのいないイルカ展という展示でして、うんはい、ディルフィーノさんっていうお名前のねイタリアレストランでやらせていただいてるんですけども、うんうん、ディルフィーノってイタリア語でイルカちゃんって意味らしいんですね。はい、で私もイルカにはすごい思い入れがありまして、ただどうしてもそのイルカの絵を描くにはちょっと自分の中でちょっと違うなっていうのがあったので、うんうん、もう語るとねもう1時間ぐらいになっちゃうので、はい、なのであえて、はい、人の人物画だったりとか、うん、そういうものでイルカを表現してみようっていうのが今回の個展の企画でございます。この個展では、はい、絵の販売もやってるんですか。やらせていただいております。全部オリジナルですよね。オリジナルです。いやすごいですよ。何点ぐらい飾ってるんですか、ね、今回新作が7点ほどで、うん、あ、うん、今出てるのがその前回2月の個展で一番最初にポンと売れちゃった絵なんですけども、うん、はい、この子は横浜の社長さんのとこに、はい、行っちゃいましたね。
すごい。もう絵のテーマは全部1970年代から80年代の日本の少女漫画のテーマなんです。うっとりした感じとか、はい、そういうのを表現したくて、はい、こちらも販売しております。すごいです。じゃあ多分そのね、その時代の漫画って知ってるんですか？いや、実はそのうちのお家実家に昔の漫画、うんうん、いわゆるキャンディーキャンディーだったりとか、もっと古くてその風と木の歌とか、うん、萩尾元さんの作品とかたくさんあって、なんでしょう、多分当時を知ってた方々は連載の漫画として見てたと思うんですけども、うん、私たち世代ってもうほぼほぼ半世紀前の漫画になると、うんうん、それってもう漫画っていうよりも作品なんですよね、もうアーティストさんの。それを小学生の時に見て感銘を受けてから、うん、もうずっとその雰囲気で、あ、好きだなって思って、うん、その漫画はお母さんが読んでたってことですかね、はい、お母さんとあとおばあちゃんとかですかね、うん、はい、見てた。漫画好き家族、漫画好きなんですよ。すごいですね。漫画好きなんですよ。え、何読んでるんですか普段。そうなんですよ、もう言えないようなね、男性が読むような漫画です。あー、やる。あと歴史ものが好きですね。あー、織田信長が大好きなので、ね、私にとったらお母さんのキンキキッズが、うん、とかスマップは私は織田信長なんですよ。すごいですね。すごいとこ行った。アイドルがみんなね、いろんなアイドルがいますからね。うん、そうなんだよ。その漫画が今の和希ちゃんの絵に影響があるってことなんですね。そうなんですよ。でも素敵な絵でしたよね、可愛らしくて、はい、あ、ありがとうございます。ちょっとその70年80年代を匂わせるような感じですよね。そうなんですよ。なんでこんなところに手があるのとか、うん、ここにバラなんでこんな生えるのみたいな、目の中にね、バラが入って、すごいですね。そう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 、目の中にね、あの星が入ったりとかね、そう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 、このフリフリの襟の洋服とかね、はい、髪がクリクリクリとかね、そういった表現が本当に日本独特の、うん、ね、ある作品かなって思って、うん、はい、もうずっと虜ですね。すごいですね。いろんな影響を受けてますね。やっぱ感性がすごいですね。すごいセンスですね。出会うことができる、本当恵まれてるなって思います、ね。はい、周りのおかげです。ラビア人力車に絵を描いて、はい、うん、でもう一つがなんと最近、はい、デビューしたお仕事ありますよね。え、ありがとうございます。浅草振袖さんにデビューさせていただきました。はい、お座敷体験、うん、舞妓さん芸者さんとかの体験をすることができるチームなんですけども、うん、はい、浅草で30年の、はい、歴史があるチームなんですって。あの浅草版舞妓さんみたいな感じですよね。そうなんですよ、うん、すごいね、可愛いんですけど、これって動画ありましたよね。あ、動画、ちょっと皆さんに見ていただきたいと思います。すごくすごいですね。ありがとうございます。あ、かわいい。夏なのでロの振袖ですね。あ、いいね。夏らしい色の、夏らしいね。うん、人力車、これは秋葉原エリアで走った時ですね。へー、これも踊ってます。ピンクちゃんが私です、ね、かわいいですね。ありがとうございます。すごいですね。いや、嬉しい。衣装も重いですね。エネルギッシュですね。ありがとうございます。そんな元気、時間ありますね。いや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 、もう楽しいです、すごいね。じゃあ、こんな感じで人力車引いて、人力車の服装と振袖さんの服装のギャップが可愛いですよね。ありがとうございます。あれは素敵な、そうなんですよ。先輩方も本当に優しい方ばっかりで、浅草の歴史をね、身をもって体験する、私はすごい今20代のうちにやっておきたいなってことの一つなんですよ。へー、はい、人力車だったりとか、こういう振袖さんだったりとか、あの稼ぎちゃんの年齢の女性がね、うん、日本の文化に興味を持ってくれるって嬉しいですね。ね、ありがとうございます。伝統でね、どん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 和の文化がね、失われているところがあるのと、ね、外国人の方の方が和の文化をね、もっと勉強したいっていう方が多いですからね。そうなんですよ。そう思うと歴史を勉強したいとか、こういったね、和の文化を学びたいっていう稼ぎちゃんの気持ち、素晴らしいですね。素晴らしいですよ。ありがとうございます。なんか見てる女性の方が多いんですよね。あ、本当女性多いですよ、ね、特に前列にいる方は私のずっと応援してくださる方々で、うん、右の方とかも秋田から、秋田のアイドル時代からずっといる方なんですよ。わざわざすごいですね。すごい嬉しいんです。本当に毎週いつ何曜日にやってるんですか？はい、現在は毎週土曜日にお座敷体験十和田さんにてやらせていただいております。はい、浅草にあるんですよね。浅草にございます。3500円で遊べるので、3500円、お気軽に女性
性の方だったりとか、それもちろんお子様の方も大歓迎でございます、うん、すごいですね。これまだ、これは何でしょうか。何でしょう。これはミルナさんという人形作家さんの方とのコラボで人力車、人力車じゃない、そのお着物の愛作品作らせていただきました。すごいね。ありがとうございます。やった、まあ、このアイドルならではですよね。そうなんです。そうなんです。いろんな服装の着物が着たり、服装ができて、うん、またお似合いですよね。今日もね、素敵ですよね。ありがとうございます。帯も素敵ですね。ちなみにこの帯はね、宮田さんからいただいた帯なんです。そうなんです。かわいい。すごい、さすが先生。いいね。私が若い頃に初めて自分で買った帯なんですよ。そう、思い出の高崎ちゃんにプレゼントしちゃいました。いやー、すごいですね。だから私も気合い入れたいときはこの帯って決めてます。素晴らしい。素晴らしいですね。はい、博多帯のね、柄ですよね。かわいい。すごい。大事にしてください、うちの可愛い子。ね、いいですね。ありがとうございます。ね、やっぱりもう、かずきちゃんがまだ22という若さだから、こんないろんなことが体験できて、また全てが綺麗ですもんね。そうですね。ちんさん、私たちも若かったやりたかった。ね、若さ取りしないか。もう、一緒にやりましょうよ。ね、やりたいですよね。はい、ぜひ。かずきちゃんはこの、なんでアイドルを目指そうと思ったんですか？ありがとうございます、うん、実は一番最初にアイドルを始めたのは高校1年生からなんですね、うん、はい、実はその最初中学生の頃にグラビアアイドルになりたいって志したんですけども、うんうん、ただそのグラビアアイドルってお仕事って今日本は18歳からなんですね、うん、そうなんですよね。そうなんです。そうなんですか。そう、はい、その時にあどうしようかなってなった時に、その地元秋田県大館市の商工会議所さんが新しくプロデュースするアイドルグループを作るよってことで、うんうん、はい、応募したわけですね。そうなんです。それがその待ち合わせ八甲ガールズというアイドル、八甲出ました。そうなんです、はい、はい、はい、そこの1期生をやらせていただいておりました。すごい、ありがとうございます。難関だったんですか、そのオーディションは。そうですね、もちろん落ちた方もいらっしゃいますし、うんうん、はい、受かったのは最初9人だったかな。はい、ね、9名で売り出したってことですか。そうなんです。どんな活動だったんですか、その、はい、いろんなところで歌ったり踊ったりとか。はい、その地元でもすごい有名な、うん、あい音楽家さんから音楽をいただいたりとか、うん、あとその地元のそのなんですよ、服飾科の学校の生徒さんが衣装を作ってくださって、はい、地元の PR だったりとかやらせていただいておりました、うん、もちろん、ね、やっぱ地元のことも、ね、知っていただか、知っておかないと、うん、はい、アイドルでキャピキャピしてるだけじゃダメなんでね、うん、ご当地アイドルですもんね。そうなんですよ。なのでその時に地元のこととかを勉強させていただいて、うん、秋田犬かわいいっても勉強してるうちにもやっぱ楽しくなっちゃって、はい、気づいたら秋田犬保存会っていうね、会員になったりとか、はい、新しく、はい、歴史とか観光のお話をすごい興味持ちました、ね、若いのになんかそういうところですごいですね。素晴らしいですね。いや、それで東京に出てこうと思ったのはどうしてですか。ありがとうございます。実はそのいつかね、やっぱその秋田の活動してくる中で、うん、秋田に貢献できる人間になりたいってすごい思ったんですけど、うんうん、秋田から一歩も出たことない人間が、うん、秋田いいとこだよおいでっての、うん、なんか違うなってのずっとあって、うん、でその時にふとその中学生の頃夢見てたグラビアアイドルってお仕事、うん、あ、今だからこそちょっとやってみようっていうことで秋田から上京してきました、うん、じゃあ今日は、今はもう東京から秋田はのいいところ発信すると。そうなんです。まあ、確かに一回離れると良さが分かりますもんね、うん、秋田の。そうですよ。そうそう、秋田の中にいると当たり前の風景と当たり前の美味しいものが生まれてるので、うん、割とありがたみがねどんどん薄れていくんですけど、一、うん、回出ちゃうとね、はい、あ、やっぱ秋田良かったなとか、秋田のあれ美味しかったなとかっていうね、うん、そういう思いがすごい膨らんでくると、やっぱり皆さんに秋田来てっていう気持ちが強くなりますよね。そうですね。そうなんですよ、うん、で特に今東京にも秋田料理をね、うん、出すお店が実はたくさんあって、じゃあきりたんぽ食べれるんですか。食べれます。今日昼食それにしましょうか。あ、そのいい店紹介しますよ。行きます、行きます。ぜひぜひ。ちいさん好きですね。 ありがたりよだりよだりって。なので今その秋田、東京にある秋田のお店を PR する秋田いざたん、居酒屋探索のお仕事もちょっとやらせていただいております。居酒屋探索、ちょっとその辺のことを深く聞きたいですね。あら、ありがとうございます。実はその秋田をね、うん、PR したいって一人の男性がいらっしゃったんですけども、うん、もう一人は自費でその秋田のお店を PR してたんですね。あ、自費で。そうなんですよ。でその活動がどん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 大きくなってって、うん、秋田いざたんプロジェクトっていう、
はい、ツイッターでもフォロワーさん1万人以上いる。すごいですね。それは SNS でやってたんですか？そうなんです。 SNS で発信していって、うん、地元にも認められて、うん、ですごい素敵な方がいて、でその秋田伊沢の今アンバサダーを募集してまして、はい、私みたいに秋田が好きなタレントさんだったりとか、はい、そういう方々がアンバサダーになってて、私はその一人なんです。中に入ってる方たち、あの応援してる方はみんな秋田の人ばっかりじゃないんですか？秋田の方が多いですね。やっぱ秋田じゃない方も応援で入ってる。秋田応援することもできますね。はい、でメンバー一応秋田県出身の方が多いです。県人会ですね。県人会あすごい近いかもしれないです。でもやっぱ東京でね、同じ県の出身の人が集まると、うん、なんか心強くて楽しいですよ ね。そうなんですよ。なかなか今コロナで集まれないですから ね、情報を交換するのって SNS いいですよね。そうなんです。かつきちゃんも結構やってますよね。いろいろと ありがとうございます。現在ツイッターと、うん、あと Facebook ございます。もしよかったらね、グラビア人力車大沢和樹で出てきますので、ぜひ皆さんぜひぜひすごいフォローお願いします。ありがとうございます。グラビアアイドルにその人力車、うん、なんか珍しいっていうか、うん、ね、まだね世界にたった一人しかいないんですって。ねえ、いや素晴らしいですよ。感心しますね。ありがとうございます。なんかすごい楽しそうでいいですよ ねすごい充実してますね。ありがとうございます。もう3足も4足も同じ生えて、うんね、そろそろ足足りなくなってきましたね。やっぱりね、あの今だからこそね、たくさんできますよね。体力もあるし、ね、若さもあって、ね、何やっても楽しい、ね、楽しい、はい、今のうちですよね、ちんさん、ね、本当そうですよね。でも私たちも楽しみましょう。美味しいもの食べて。そうですね。まず私たちは美味しいもの前提ですけどね。そうですね。美味しいものいいですね。ということで2曲目なんですけども、はい、この2曲目を選んだその思い出の曲、椎名林檎さんの人生は夢だらけという曲なんですけども、うん、こちらね、あの保険会社さんの CM で使われた曲なんですね。でやっぱりその秋田県ご当地アイドルで活動してた学生時代で、うん、学業との両立だったりとか、うん、やっぱ先生に怒られたりとか、はい、特に田舎はそういう文化がなかなかなかったもので、はい、うん、そうですね、いろんな声掛けを叩くことがあったんですけども、うん、辛いなって時にこの曲を聴いて、あ、人生ってこんな楽しんだな、こんな夢がいっぱいあるってすごい素敵だなって思える、すごい自分の元気が出た曲なんですね。すごい、いい話です ね、 なんか勇気づけられますね。夢だらけいいですね。でも夢は叶えるもんですもんね。ね、かずきちゃんにもたくさん夢叶えていただきたいですよ ね、 ね、ありがとうございます。では椎名林檎さんの人生は夢だらけお聴きください。どうぞ。大人になってまで胸を焦がしてときめいたり傷ついたり慌ててばっかり、この世にあってほしいものを作るよ、小さくてつつましくてなくなる瞬間、あの人に愛してもらえない今日、正面切って進もうにも難しいが、しかし実感したいです。喉元過ぎればほら水も甘いもどっちも美味しいと、これが人生、私の人生、私の自由、この人生は夢だらけ。
いただきました。人生夢だらけ、ね、素晴らしかったですね。ねありがとうございます。頑張りましょう。頑張ります。ね、楽しそうでいいですね。ありがとうございます。ちょっと美味しいものの話にね、戻したいんですけども。あら、また。最近美味しいものって何を体験しました？美味しいもの毎日いっぱい食べても幸せなんですけれども、実はちょっとあることがきっかけで、はい、この前とか今年春ぐらいに名古屋にね行かせていただいたんですよ、はいはい、もう人生で初めての名古屋だったんですけども。そうなんですか？そうなんですよ。もう、もう本当に手羽先とかさ、土手煮とか進む進む美味しいってなりました。確かにあの赤味噌はね、そうお酒が進むの。チーズ食べたことある？土手には食べたことないんですよ。手羽先と赤味噌、うん、あの土手とかね、うん、で赤味噌のってね、あの、ね、味噌カツ。そういう話。美味しい。ね、やばいですね。ね、赤味噌文化。手羽先、あれ何本でも食べれますよね。何本でもあっていいですもんね。手羽先のコマーシャルですか？突然のすごいすごい、あの胡椒がいっぱい振ってやってね、美味しい。そう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 。それと何でしたっけ？あと土手煮と。土手煮はね、名古屋が一番。うん。東京の土手煮って割とお醤油とか、うん、あの合わせ味噌でちょっと煮込んでるのが多いんですけど、うんうん、名古屋はね赤味噌煮込んであるんですよ。これがまた多い。ご飯に合うし、お酒に合うし。美味しいんでしょうね。一杯ください。ちょっと、小さじゃないけど、私今日よだれですね。ですね。よだれ会ですね。あと、味噌カツは食べなかったんですか？味噌カツはちょっと食べれなかったんです。あとね、名古屋で美味しいのは、ひつまぶしが美味しいんですよ。うなぎ。パリパリのうなぎなんですよ。夏に最高ですね。最高。一杯目はそのまま食べて、二杯目は、はい、ね、ちょっとみょうがとかちょっとネギとかかけて、はい、あのお茶漬けにしてという感じでね、はい、和樹ちゃんの表情がだんだん食べ物の番組ですね。おいしそう、ね、はい、あ、もうこの時間は本当昼前なので ね、この話すると本当にお腹すくんですよ ね、やばいですね、やばいやばい。そう、あと実は私趣味でご当地カレー集めるのが好きで、そう、名古屋のご当地カレーは本当に美味しかったです。赤味噌カレーってあって、それ赤味噌に帰ったんですか？和樹ちゃん買って帰りました。そう、すごいね。ご当地カレー食べてはもうメモして食べてはメモして、うん、もう400食ぐらいかな、そう、20歳からずっと食べてるんですけど、まあそのうちカレーのコマーシャル来ます、うん、あ、そうそう、コマーシャル募集中です。あとカレーで、評論家ってことで本が出たりとか。そうですね、うん、はい、それ全部のご当地だからもうレトルトに入ってるのを買ってるんですか？そうなんです。で、浅草にそのご当地カレー界隈ではもう聖地とも言っても過言ではないご当地カレー専門店があるんですけど、うん、浅草にあります。そこのお話とかもあります。全国のあるんですか？全国あります。この間ね、栃木に行ったらいちごカレーってありましたよ。いちごカレー、はい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 。どうでした？いちごカレーはあの栃木県の美味しい有名なカレーなんですけども、うん、あれね、いちごカレーって実は2つあって、うん、いちごカレー普通バージョンと、あと100プラス100円でいちごカレープレミアムって買えるんですよ。 ありましたね。そうそうそう。でこっちはとちおとめ、プレーンはとちおとめ仕様で、うん、ちょっとお高いのはスカイベリーっていう、はい、やつ使ってるんですよ。ちょっと高い種、高級な。そう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 、そうなんです。どうでした？和樹ちゃん的には。どっちも食べたんですけども、確かにプレミアムの方がプレミアムでした。すごい。カレーとしては、カレーとしてはなんだろう、いちご独特のプチプチ感が結構面白かったですね。結構果物カレーは最近めちゃくちゃ多いんですよね。そうそうそう。その中でも上位ランクでした？ちょっとそのこのままなんですか、うん、このまま。美味しかったです。いやね、私もね、買うときにね、うん、あの売店のおばさんにね、微妙ですよって言われたんですよ。でも見た目が可愛いから、見た目が可愛いからね、まあ一回は買って食べていただくといいかもしれませんね。日本で好き好きですから ね、うん、ね、それにハマる人もいるかもしれませんからね。そうなんですよ、ね、そうそうそう、いろんな味覚の人がいますからね。ご当地カレーは本当に幅広いんで ね、マックス2000円の高いカレーとかもあるんで、ぜひぜひ、ぜひ買ってみてください、はい。じゃあちょっと私もその店聞いて、はい、和樹ちゃん聞いていこうかな。一緒に行きましょう。行きましょう。行きましょう。浅草です。和樹ちゃん、いろいろ観光で浅草回ってますけど、はい、自分が今まで浅草のここいいなってとこってどこですか？そうですね、うん、たくさんありすぎてもあーってなっちゃうんですけども、うん、そのせっかくだったらね、うん、浅草の大好きな、はい、神社さんご紹介したいですね。どこですか？はい、ね、
浅草からちょっと歩いて入谷の方になるんですけども、うんうん、小野照崎神社ってご存知ですか？小野照崎神社。小野照崎神社。はい。へえ。こちらね、芸能の神様で有名なんですけども。芸能の神様。はい。あの男は辛いよで有名な寅さんですか？寅さん。はいはい。で、寅さんが、うん、まだ売れる前にそこに行って参拝して、うん、俺大好きなタバコやめるから、うんうん、そう芸能人。あ、出てきた出てきた、これですこれです。大好きなタバコやめるから、うんうんうん、そう有名にしてくれってお願いした時に、うん、男は辛いの圧はいお仕事が来たんですって。で、あのあみんなここお守りつけてるじゃないですか、渥美清さん、うんうん、あれって実は小野照崎神社のお守りなんですって。ちょっと控えどこ、控えどこ、ぜひぜひ今日は行ってきます。あ、ぜひぜひぜひ。すごいな、家から近いんですけど。そうなんです、知らなかったです。よかった陳さん近所だったんですか？近いんですよ。 あったけど知らなかった。知らなかったです。よかった、嬉しい。今日は聞いてよかったです。ぜひぜひぜひ。富士山の石を持ってきた富士塚があったりとか、空気が美味しいですし、何よりなのそのいろんな、ね、神社お寺さん参拝させていただいたんですけども、うんうん、すごいここにはご縁があると言いますかね。下町入り屋に鎮座する、はい、すごいですね。もうここに来て参拝してお仕事欲しいですって言って、うん、でも私これ頑張るのでって毎回お願いするといいことがあったりとか、はい、何かのきっかけがあるためにここには、はい、参拝させていただいてます。浅草から何分ぐらいですか？歩くと30分ぐらいなんですけども、うんうん、はい、人力車だと70分コースでバッチリ送ります。あの、乗らなきゃいけないですね、人力車ね。ぜひお待ちしてます。はい、風木ちゃんの引く人力車に乗って、はい、神社に泊まりをするとご利益がもっと増すってことですね、はいはい、そうです。トラさんシリーズ確かに素晴らしかったのでね、そうですよね。もう一つお願いします。もう一つ、はい、じゃあ神社お話したから私の大好きなお店ですね、はい、花屋敷の横側にあります、うん、足湯カフェ少なひこなさん。そう、皆さんね、こんなお店ですか？そうなんです。あ、ご存知ないですか？もったいないわ。そう、実はね、はい、はい、観光でやっぱ足疲れちゃうじゃないですか、うん、はいはい、実はそこ ね、足湯を入りながら美味しいドリンク飲むことができるんですね。足湯にドリンク、はい、そうなんですよ、岐阜県のね。すごい組み合わせですね。そうなんですよ。で、すごいメニューもいっぱいありまして、岐阜県のゲロ牛乳、はいはい、飛騨牛乳がすっごい美味しいし可愛いし、宮田さんご存知ないですか？知ってますね。飛騨牛で美味しいですよ、ね、そうなんですよ。確か下呂温泉の入浴剤と、うん、熱海の入浴剤を選んで入るとこでしたね、はい、そうなんですよ。で、その入浴剤って顔も洗えるんですね、うん、そうなんです。私最近ってかもうめちゃくちゃもうコロナとか そのマスクですごい肌荒れひどかったんですけど、うんはい、それで顔洗ってたら超綺麗になって、うんうん、そう、かんすぎちゃん肌最近綺麗ですよね。そうなんですよ。なので綺麗な秘密そこにあったんですね。です早く言ってくださいよ。もっと綺麗になってるじゃないですか。さらにって。どうなんですか。小さなさらににやけをかけに来てください。はい。ありがとうございます。浅草のね、うん、パワースポット巡ってそこでお茶をしてもう完璧です ね、 ね。そうですね。今コロナでも営業中ですか？営業中ですか？営業中ですね。あ、そうなんですか。営業中ですね。え、先ほどおっしゃってた入浴剤そこで買えるんですか？もう買えます、買えます。あ、嬉しい。なんか行きますよ、ね、もう顔も洗えて皮流しても安全という、赤ちゃんのお尻拭きにも使えます、うん、どうなんですね。そうそう、すごい少ないこなさん、すごい。皆さん遊びにいらしてください。ひょんなところで宣伝していただきありがとうございました。いや、私は好きなお店紹介しただけなので全然全然すごい、ありがとうございます。ぜひぜひぜひ、ね、美人の家ですね。なんか前テレビにも出たって聞いてるんですが、そうですね、2回ほど取材に来ました ね、 すごいね。もっともっと来ていただきたいんですけどね、まあコロナ禍ですからね、ちょっと今浅草元気がないのでお客さん少なくて、皆さんぜひね、健康になりに足湯に来てください、うん、はい、家族の力でみんなを呼び寄せてください、はい、浅草大好きな私がね本当に素敵だなって思うお店なので、ぜひぜひお待ちしております。さすがうちの広告と、イエイ、すごい、オンラインショップ、これお中元とかお歳暮もできるんですか？できます、できます。すごい、美人になりたい方にどうぞプレゼントでよろしくお願いいたします。いやー、はい、これは美人が殺到しますよ ね、 ね、はい、すごいですね。あ、痛い痛い、旅行の写真が出てきてしまいましたが、世界に温泉の知識、まあ、ちょっと宣伝させていただきますと、かなりちゃんも世界に一人のグラビア人力車なんですけど、うん、私も世界に一人の温泉専門家なんです。素晴らしい、すごいですね。道になりたい張り方
はい、健康になりたい人のための入り方、いろいろ皆さんにご指導させていただいておりますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。すごいすごい。浅草ですね。はい。はい、ちょっとありがとうございました。ご清聴。いやいやいや、素晴らしいです。じゃあ今後、はい、和樹さんはこのプロヤグループとしてどんな活動をしていきたいというその抱負を聞かせていただきたいんですが。はい。はい、ありがとうございます。私もね、人力車を通じてこの袋屋さんと、うん、はい、つながることができてね、今すごい大変お世話になってるんですけども、やっぱり私の中で10代の頃から秋田の観光だったりとか、はい、地域に密着する、できるお仕事、私すっごい好きなんです。はい。はい、なのでこの観光案内所、あんなところ袋屋さんと、はい、一緒になっていろいろ観光業だったりとかいろんなことを勉強させていただいて、いろんな方の、はい、に貢献できるような人間になれたらいいなと思っております。素晴らしい、しっかりしてますね、若いのにね。貢献しないと、うん、いい運は来ないですからね。人に運をあげると自分の方に戻ってきますからね、うん、自分がちょうだいちょうだいちょうだいってやってるとどんどん運は逃げていくって言いますもんね。そうですよね。和美ちゃん22歳の若さで素晴らしいことを考えて行ってますよね。特にでも私は今までいろんな方からね、助けていただいたりとか、うん、本当に恵まれてたなって思うので、うん、やっぱね、やっぱ恩返していきたいなってのは22になって特に思いましたね、うん、あ、確かに、ね、すごい考えが素晴らしいですね。助けてもらえる和美ちゃんのキャラクターもそれ大事だと思うんですよね。あ、助けてあげたいとみんなが思うような。いや嬉しい、ね、でも今後もどん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 グラビアアイドルとして磨いていただいて、もう絵も頑張り、そして人力車も頑張り、振り袖さんも頑張り、素晴らしいですね。ありがとうございます。大活躍ですね。風木ちゃんに会いにぜひ浅草に来てくださいね、うん、来てください。日曜日は週カフェにいるんでね、おります。はい、はい、ぜひぜひ皆さん遊びにいらしてください。ありがとうございます、ね、ということで、なんか今日若いね、和樹ちゃん来ていただいたから、ね、ちょっと今日このスタジオも華やでますね。あら、ね、でちょっとこのスペースもゆったりして楽でしたね。いつも真ん中に大きな男性が座るのでね、私たちぎゅうぎゅうだったんですけど、今日ちょっと ほらここのスペースが空いてて楽ですね。それより立ち木がゲストは大変になりますから。ね、たまには女性のゲストに来ていただきたいです ね、はい、ね、いいね。また8月も盛りだくさんのゲストさんで、はい、いろんな方が参加してくださいます、はい、皆さん楽しみにしていただきたいと思うんですけども、はい、和樹ちゃん最後の曲なんですけども、はい、この騎士団の喧嘩上等っていう曲なんですが、すごいね、ありがとうございます。すごいですね。この曲はちょっとなぜ選んだんですか。はい、はい、あの元気が出る曲をということで、はい、すごい曲も悩んだんですけども、うんうん、やっぱりね、もう宮田さんもね、よくお話を伺うんですけども、うん、やっぱそのお仕事してる上で、まあ、女性なのにとか、うん、今でも多いじゃないですか、多いですね、はい、特にグラビアのお仕事はやっぱ女を売ってるだったりとか、うん、で人力車だと女の子なのに弾けるの、うん、とか、はい、そういうふうにやっぱ性別とかいろんなことで、うん、ちょっと悲しいなっていうことがめちゃくちゃ多いんですよ、うんうん、ただこの喧嘩上等っていう曲は、まあ、騎士団さんの曲なんですけども、うん、もうめちゃくちゃ強い女性のお話で、うん、はい、特にその歌詞が本当にかっこよくて、はい、度胸、愛嬌、最強、おお、すごい、この言葉が本当に好きで、もう LINE の背景にしちゃってるぐらい好きなんですよ。最強ですね、はい、なのでこの曲聴いて皆さんね、もう暑い中でありますけども、はい、強強で入ってたらいいなと思ってこの曲にさせていただきました、はい、ね、やっぱりこの、ね、女性が強いってことはすごく素晴らしいことですよね。ありがとうございます、うん、はい、やっぱり皆さん元気がないとどうしてもコロナにも負けてしまいますし、うん、ね、女性が元気が出ると街も元気になるの で、 そうです、ね、うん、やっぱコロナってすごく大変なんですけどね、はい、ちんさん、ここはみんなコロナ対策もしっかりしてますもんね。もちろんです、ちゃんとしてますよ、いろいろ、うん、見てください、ちんさんがちゃんと、はい、素晴らしいです、証明してくれます、はい、ね、ちゃんとしてますから、はい、そうですか、はい、すごい、トレーフレッシュ、ちょっと小さあっさりした説明でしたけど、見えましたか、気になる、ごめんなさい、もうこの空間もね、あの、はい、トレールフレッシュっていうのでね、もうこの脱臭とか除菌もしてますし、はい、もうスタッフの方もしっかりマスクしてますし、はいはい、やっぱここにもね、ちゃんとアクリルボードもありますし、はいはい、しっかりあのね、あの、気をつけてますね、はい、そうです、うん、ということで最後の歌、なんか私もすごい元気が出る歌ですね、やっぱね、はい、女性だから頑張らないとね、今の日本はね、女性元気がないとね、元気なくなるんですよ。そうですね、うん、はい、観光地も女性が選んでる時代なんです、はい、そうです、ね、アンケートを取ったら 85% が女性が温泉地を選んでるらしいんです。へー、ということは旅行っていうのは彼女が行きたいから、奥さんが行きたいから男性がついてくるらしいんです。
あと女性のグループが旅行に行くことが多いんですって。っていうことは今女性向けに何かやらないとなかなか物が売れないそうです。商売になれないわけですね、うん、それなのに女性がなんて言ってるようではダメですよ ね中にはね女性の足を引っ張るのは女性ってこともあるんです。そうですよ ねやっぱね、はい、女性っていうのは女性の足引っ張っちゃダメですよね、うん、そうですよね、うん、やっぱり女性だからこそ女性が生きやすい時代をみんなで作っていくことが大事ですよね。そうですね、まだもう本当にね女性が今どんどん社会で活躍してますけど、はい、まだまだっていうところ多いですよね。そうですね、うん、女性の経営者さんいっぱい増えてほしいですね。風木ちゃんみたいな、ね、日本の文化を頑張って勉強してそして歴史を勉強して日本の要素を世界に広げましょう、はい、次回へお会いしてます。来週のゲストは秘密ですか先生？来週のゲスト。来週のゲストも秘密です。いやいい男なんですよまだ、ちょっとちらっと言ってくださいちんさん。来週のゲスト。くじゅくりの。あそこまでにしましょう。ちんさんなんですかそれは。ちんさんなんですかそれは。くじゅくりの。で止まってしまいましたが。はい、いい男なんですよまだ。来週も海色に焼けた男性がいらっしゃいます。はい、ここの幅も狭くなっちゃいますけど、はい、環境は大丈夫ですが皆さん安心してご覧ください。それでは最後の曲は騎士団の喧嘩場と、また来週皆さんお会いしましょう。ミヤチンデラックス袋の旅、ごきげんよう。ごきげんよう。喧嘩場と Come on Come on Come on バカな女ダメなんて聞き飽きた耳にタコ臭いセリフが欲しいの甘く囁いていてGod